はい、どうも黒玉さきです。いつもお世話になっております。今日もねご視聴ありがとうございます。今日はねゴーストノートっていうね技術、まあ技術ってほどのないんですけど、こういうのをね、解説していこうと思ってます。で、今までの動画の中で、ジャズのタンギングっていうのを、お話ししたことがあると思います。で、歌うたっていうやつですね。ちょっと吹いてみましょう。またちょっと別に動画作ろうと思ってるんですけども、ちょっとね簡潔に説明するのがめちゃめちゃ難しい話になるんですよ、スイングっていうのはね。でそこに至るまでの、まあ、一つとしてね、ジャズのモダンジャズ、まあに、よく用いられる、吹き方の一つでゴーストノートっていうのをねお話ししてみようと思います。ちょっと吹いてみますね。楽譜に書いてあるからってね全部の音を対等に扱ってるわけじゃない。で大体は低い音が多いんですけども、ちゃんと発音しない、かすかに発音してる感じで、スピード感をそれによってねこうつけようっていう感じなんですよね。で今の全部普通に吹いたらどうなるかやってみましょうかね。ゴーストの音がない場合すると、まあまあもたもたしますよね。でスピード感がいまいち出ません。なので、まあ、適当じゃないんだけど別に、いろんな、まあ、名演奏聴いてるとですね、ジャズジャイアンツのいろんな名演奏聴いてるとこういったゴーストノートっていうのがね入ってるのに気がつくと思います。で、それは適当に入れてるわけでもなくてね、大体跳躍の前とか、そういう時に入れるとスピード感が増します、ね。でまあ、こういったフレーズ使っていくとより、まあ、ジャズらしい演奏に近づいていくんじゃないかなと思います。で、ツイッター投稿でもね、演奏する時はしょっちゅうこういう技術を使ってるので、よかったら、まあ、CD をお買い上げいただいて聞いて、まあ、こういうところをやってるねっていうのをね見てほしいと思います。でまあ、もうおよそそのジャズに限らずですね、実はいろんなその曲ですね、ジャズ以外の曲を吹くときでも割と使ってます、ね。まあ、必須テクニックの一つだと思っていただければと思いますね。もうちょっとだけ吹いてみましょう。
ちょっとそのスピード感のある、ちょっと早めの演奏ですね、こういうところでゴーストノートをよく聞くことができます。まあ、ミディアムからミディアムファースト以上ですね。あんまりあのバラードなんかでこういう吹き方はしないかな、うん、で、まあ、あえてねゴーストノートを全然使わないっていう、まあ、プレイヤーさんもいるので、そういうのをね聴き比べてみると面白いと思います。というわけでね、今日はねちょっと短めなんですけども、ジャズの演奏の中で、結構重要な、これもう、まあ、サックス吹いてる以上ね、ジャズに限らず、すごい重要なテクニックだと僕思うので、ぜひニュアンスをね、身につけてほしいと思います、ね、このゴーストノートですね、ゴーストノートを、解説させていただきました。ご視聴ありがとうございます。また明日の動画もよろしくお願いします。